勝負師たちの系譜、ハブ世代というと、ハブと同じ世代の数人の騎士がタイトルを独占し、他の騎士が入り込む余地のない軍団を作っていた。例えば予選で、佐藤康光球団にやっと勝ったと思えば、次の相手は丸山忠久球団で、そこをクリアしても森内敏幸球団が、 最後に待っているといった具合で、とても挑戦者にもたどり着けなかった時代が長く続いた。それに対して、現在は藤井里志多造館を中心とする、同年代の藤井聡太世代と言える騎士はいない。藤井聡太が若すぎて、藤井聡太を目標とする騎士はすべて、藤井聡太より年上だ。 したがって、藤井聡太世代とは、藤井聡太と同じ時代に活躍し、藤井聡太を目標にして追いつけ追い越せの努力をしている騎士と言えよう。そのトップランナーが、長瀬拓也王座である。長瀬は、藤井聡太より10歳上の29歳だが、王座、明王の二冠を持っている時でもなお、 藤井聡太さんに勝つにはもっとギアを上げないとと言っていたから、かなり強く意識しているのは間違いがない。昨年、都島正幸竜王に明を奪われた長瀬にとって、藤井聡太を追いかけるために、王座防衛は絶対異常権だった。対する、挑戦者の木村一輝球団は48歳。 一昨年の王位戦で、都島正幸竜王から王位をダッシュして、初タイトルの最年長記録を大幅に更新したのは記憶に新しい。この年でこれだけ活躍している棋士は、木村一人である。木村の王位戦の周囲式で、印象に残ったことがある。それは着ていたファンのほとんどが、 単に報道で知ったファンでなく、地元に来ていただいてお話をさせていただきました、というように、実際に会ったファンであるということ。これも、師匠の佐世雄二名誉球団が普及に熱心で、全国を回った騎士だったことが影響しているのであろう。5番勝負は、第1局に、木村が、格好換腰掛け銀で勝った後は、 長瀬が巻き返し、この5日の第4局に勝ち、3勝1敗で長瀬の防衛となった。注目すべきは、第2局以降の戦型が全て相掛か,かりだったことで、私が常々言う、序盤から激しい将棋ほど若手有利が実証されたことだった。 相掛か,かりは木村も昔から得意としていた戦型だから、逃げるわけにはいかないだろうが、若手の実力者相手には簡単には勝てないということか、百節不当とよく書く木村が、これから何歳までトップの位置で頑張れるか、長さが藤井聡太に追いつく日は来るのかなど、興味は尽きない、青の照市、 青野、照、1953年1月31日。静岡県八重洲市生まれ。68年に四級で、小広木津久を球団門下に入る。74年に4段に、昇段し。プロ騎士となる。94年に9段。永久通算11期。これまでに、勝率第一位賞や、 連勝賞。マスダ構造賞を獲得。将棋の国際普及にも務め。2011年に外務大臣表彰を受けた。13年から17年2月まで、日本将棋連盟戦無理事を務めた。次のオーディオビデオでお会いしましょう。